こんばんは。2月19日金曜日の夜でございます。平山茂と申します。今日もお疲れ様でした。皆さん、ね、本当にお疲れ様です。最近ですね、車に乗ってると自分の中のもう一つの人格というんでしょうか、そういった人格、なんて言ったらいいんでしょうか、もう一人の自分みたいな、そんな人格がですね、最近すごい暴れてるというわけではないんですけど、すごい声をかけてくるんですね。今までそんな経験はないんですけれども、一昨日ぐらいから急にですね、意識は全くしてないんです。無意識に車を運転してると急にもう一人の自分が喋り出すんですよね。暗くても大丈夫だよ。追求してくるんですよね。これは絶対に暗すぎる。最近ちょっと怖いなと思ってるんですよね。まあ、皆さんも、そういう経験はあるかちょっと分かりませんけれども、なかなかね、そんな自分を追求してくるような人格が現れるとは思ってなかったので、ちょっと皆さんもね、もしかしたら同じようなことが、僕とね、同じようなことが起きるかもしれません。ちょっと気をつけていただいて、昨日と、一昨日の動画ですね、見ていただくと分かると思うんですけれども、平山さん、いい加減にしてくださいよ。あれは私ではありません。あんな言葉を発する自分はちょっといなかったので、ちょっと、取り憑かれたんですかね。まあ、でも何か体調が悪いとかそういうことはないので大丈夫だと思いますし、まあ、皆さんもね、変な影響が移ってなければいいんですけれども、大丈夫だと思いますよ。本当に大丈夫だと思います。はい。まあ、ちょっとね、今日何を喋ってるかわからないなっていう方は、ぜひちょっと昨日の動画と一昨日の動画ちょっと一度見ていただくとですね、ちょっと憑依してるというかですね、僕は無意識なんですよ、ちょっと確認できると思いますので、はい。まあ、僕は至って大丈夫です。そして見てくれている皆さん、大丈夫です。大丈夫。ただ運転中無意識でいると憑依してしまう可能性があるので、そこだけ注意してください。はい。ということで今日は終了します。明日は土曜日ですね。お休みの方はしっかり休んで楽しんで、ね、明日も仕事という方はしっかり頑張りましょう。ではおやすみなさい。平山茂でした。